うね。超秘伝忍法書を取り返しに。はるかさん、聞いて。何？左目、できたら戦いなんてしたくないの。あるある、今さら何を言い出すかと思えば。だってはるかさんと同じ学校だったらすごく仲良くなれたって思うから。仲良くね。そうだよ、お人形じゃなくて本当の友達になれたと思う。言いたいことはそれだけ？思っていたことを言ったから、これで心置きなく戦える。そう、じゃあやりましょうか。ひばりの持っている力、全部はるかさんにぶつけるよ。いざ尋常に舞い散れ。気持ちいい、危ない、気持ちいいのはいいじゃない。かわいい、気持ちいい、危ないよ。
敵な子ね。決着。ふばりはできるから。ひばり、強くなったわね。ごめんね、はるかさん、ごめんね。痛いでしょ、今、手当てするから。バカね、敵を倒して泣くなんて、そんなんで忍びになれるの。だって、もう、行きなさい。あなたをお人形にするのは諦めたわ。だってあなた、泣いたり笑ったり、あまりにも人間っぽいんですもの。お人形にするには向いてないわ。はるかさん、これ返しておくね。これは蛇女の生徒手帳。律儀っていうか、若正直っていうか、本当にあなたって子は。短い時間だったけど、一緒にいられてよかった。それは本当、ひばりの本当の気持ちだよ。わかったわかった。ほら、私なら大丈夫だから、行きなさいって。うん、傷に触るからここでじっとしていてね。全部終わったら戻ってくるから。戻ってきても私はいないけどね。よその学校の連中に負けたら死あるのみ。それが蛇女の生徒の掟だから。でもひばり、私も同じよ。私もあなたと一緒にいられて楽しかった。それは本当、私の本当の気持ちよ。ひばり、さよなら。